うおー、トク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 。はい、皆さんおはようございます。今日はね、久しぶりに元名の湯そばにやってまいりました。だいぶね、水温も下がって、もうカサゴのシーズンが始まってるということで、今日はね、中潮のもうすぐ満潮という時間帯で、波もね、そこそこあって、非常にね、いいコンディションなんで、今日は釣れそうな予感しますね。それにしても今日は寒いですね。家を出るときね、1度でしたね。今ね、この辺は3度か4度ぐらい。でもこのぐらい寒くなると根魚のシーズンという感じがしますね。今日やっぱ潮高いですよね。いつもそっち砂浜出てるもんね。入り口からいいポイントは続くんじゃないかと思いますね。はい、久しぶりです。ちょっと波かぶり注意報だね、これね。あまり激しく波がかぶってるところは避けるようにしましょうね。こんな高いところにいるのに、もうすでにズボンが濡れてる。じゃあちょっと浅いですけど、やってみましょう。寒くてもう指先の感覚がなくなってる。ちょっとここも濡れてるから怪しそうだけど、今波が緩いんで、非常に水深があって釣れそうな感じです。あららら、銀ポは向こう合わせで銀ポが食ってきました。早々に火が出てきましたね。いそうだけどいないね。すごくいそうな穴がいっぱいあるんだけど。おっと、当たってる。それこそ今のは銀ポのような当たりだった。うん、今んとこね、反応ありません。この石もだいぶ濡れてるから危ない。想像以上に当たりがないね。当たらないですね。もうこれ一番奥に行くしかないですもんね。行っちゃいましょう。だいぶ滑るようになりましたね。もうちょっとしたらスパイクを履かなきゃダメかもしれないね。日が差すと一気に暑くなってきますね。さっきまで電熱ベストをオンにしてたんですけど、日が出てきた途端に暑くなってきて切りました。当たったね今。でもこれ根魚じゃない。それこそベラかもしれない。こんなに当たりがないとは思ってなかった。前回ね、名古屋に行った時にはもう当たりだらけでしたからね。ちょっと打つ手がない感じですね。全く当たりがない。
普通はまだちょっと水温が高いのかね。潮としては一番いい時間帯なはずなんですけどね。ということは本当にいないのかもしれない。後半に期待したいけど、ちょっとあまりにも当たりがなさすぎるね。おっと、何か食ってる。当たりありましたね、今ちょっとだけカサゴのような当たりでも、ベラかもしれない。おっと、ベラだね。今の引き波じゃないのかな。かなり強い力で持ってかれました。今うわ食ってる。なんでしょう、最初当たったのと2回目とでは多分ね、魚が違うね。当たりの質がね、1回目と2回目で全然違う。うわ来た。やっぱベラなんだね。でも魚が避難してる場所っていうのは似てると思うんだよ。もう一回だけ入れてみましょう。さっきの一匹が食ってたんだね、これ。おおっと、食った。ああ、やっと食った。がっつり持ってったね。こっちの方がいいか。がっつり持ってかれました。うらそい。やったね。はい、来ました。うらそい。やっぱり後半に来てくれましたね。21。やったー、むらそい。20アップ。もうね、ちょっとね、半分ね、諦めかけてたんだけど、来てくれました。よかった。ターゲットのね、カサゴじゃないけど、まあ20アップなんで、すごく嬉しいです。はい、じゃあね、またね、バイバイ。さすが村添という当たりでしたね。一気に持ってきました。すごい当たりでした。久しぶりですね、こういうがっつりした当たりを感じるのは。もうちょいそうだね。結構ね、大きい溝なんだけど、やっぱりこういうね、大きい石の間いますよね。ほら、また来てる。食わなかった。今のはベラの可能性高いね。おっと、食った。はい、ちょっとちっちゃいけど、紫溜まってそうですね。はい、これはちっちゃい。14。はい、ありがとうね、バイバイ。今のもちっちゃい割にがっつり持ってったね。まだまだいそうな気がする。でもね、ベラもいそうだね。やっぱこういう荒れた日の隠れ家になってるんですかね、こういう大きい石の下は。そんなにね、深いとこじゃないんですよ。今ね、一発当たってまるっきり餌がなくなる。ちょっとこっち側もやってみますか。先に進むといってももうすぐ最終地点ですね。ここはね、ぜひ釣りたいとこ。ちょっとね、危なくていけないんで、こっちから投げましょう。はい、じゃあほぼほぼ最終。向こう側は随分
傘を出してる人いますね。底物狙いしてる人と深瀬をやってる人といますね。えらい勢いで食いましたね今。かからないからほぼほぼベラだと思いますね。はい、じゃあね、一通り釣ったんで戻りながらまた釣ってみましょう。サングラスをつけたんですけど太陽正面ってのは見えないね。ガサゴがいないね今日は。おっ、食ってはい、ちっちゃいけど村添え。ここね、さっき釣れたところです。12センチぐらいかな、12センチぐらいだね。はい、バイバイ、ありがとう。ここに固まってるようだね。さすがにもういない。若干潮が下がってきたのかな。波もちょっと収まってきましたね。おっと、くたくたくた。ベラちゃんでした。だいぶいい当たりだったんだけどね。やっぱりまだベラが残ってるってことだね。ちょくちょくね、餌はなくなるんですよ。岩にね、ラインがね、擦れてる感じのね、当たりっていうのかな。ガリガリというようなね、当たりはね、頻繁にあるんですけど、それはみんなね、ベラなんだね。さすがにこんだけ波が走るとこにはいないかな。はい、ということで今日は終わりにします。その後ね、一切当たりがなくなっちゃいました。引き潮にね、合わせて寝魚がね、沖に帰る時間帯だったのかもしれません。ただね、村添いですけども、二条バーが出てくれましたね。僕の経験上ね、秋からね、年末にかけてほとんど当たりがなくて、まあちょこちょこと釣れると2つ3つっていうのがね、この時期のね、イメージですけども、全くそのイメージ通りでした。ここはまだね、おそらく水温が高いんだろうと思います。まだね、ベラとかも残ってるし、これからどんどんね、水温が下がってくると大きい根魚の方もね、浅場にやってくるという時期になってくると思います。楽しみですね。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。